はい、皆さんこんにちは、私と申します。ポケットモンスターソードシールドのランクバトルやっていきます。ようやくマスターボール級に行って、ただここ最近結構いろいろ忙しくって、なんか全然できてなかったんですけど、なんとか行きましたね。でそれでいて、最初なんか1万円とかそれ以下からスタートしてて、なんかここまで上げるのにめちゃめちゃ苦労しましたね。1万円とか言ってもなんか普通に強いんですよね、こんな感じで。ドヒドイで、これはサダンでボコボコにできるけど、サダンがギルガ以外に、ギルガとドヒドイで以外にちっとも刺さってない。どうしよっかな。とりあえず先発、いやーこれ難しいな。エースバーン、サダン、あとはまあいろいろなんとかできそうなミミッキュー、この3体でいきます。はい、豆腐さん対戦よろしくお願いします。いや勝ちて、頼む、勝たせてくれ。なんとかこの4桁の台から脱出をさせてくれ。ギルガルド、まあ、これは S 番出し勝ちですね。まあ相手の裏多分ドヒドイで、まあ、いるとは思うんですけど、まあ、私の S 番トンボを持ってないんですよね、こんな感じで。なんで、まあ、ここは普通に最大火力の火炎ボールを投げます。まあ相手のギルガルトタスキかな、これ。ギルガルトなんかここまで当たってないんですね。ああやっぱタスキなんだ。なんか防御と特防が今回の剣盾から下がったせいか、ギルガルドタスキ持ちが多いらしいですね。まあまあシャドーボー打たれる。まあ、エースバーンね結構耐久あるポケモンなんで全然耐えますね。でここですね、まあ、影打ちもこれ普通に耐えると思うんですよね。ただこのキングシールドに合わせて裏の2体のどっちかを出すかで、勝負決まりそう。でもなインファイトあるからサザン出しても別段絶対有利ってわけじゃないのか。じゃあ別にここ火炎ボールで突っ込んでも良さそうだな。あ、駆け打ち、はい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 、これは耐えると思う。あ、オッケー、ギリギリだったけど。いやこの火炎ボールがめちゃめちゃかっこいいんでエースバン使ってるんですけど、いやかっこいいな本当に。エースバン今作の中で一番の推しポケですね。でここは相手、まあこれドヒドイでいないのかな。あーサザンか。この出し方的にどっちだろう。サザンドラって今スカーフか食べ残し、まあ、あとはなんか攻撃力アップ系の持ち物持ってるサザンがいると思うんですけど、だいたい食べ残しとかだと思うんだけどな。食べ残しのやつは悪巧み積んでくるんですよ。エースバーンここでエースバーンを失うことしなくて、いやでもなそんな裏がサザンに絶対的に強いわけじゃないから、火炎ボールで突っ込みます。身代わり張ってきても割れるし、これ今猛火も発動してるんで、めちゃめちゃ強い。さすがすぎる。エースバーン最強かな。ここはなるほど、相手あれですね、メガネとか弾とかなのかな。サザンだと同速勝負で負けるの嫌なんで、まあ、ミミキュですね、化けの皮剥がれるのが結構嫌なんですよね。でここ剣舞積んで殴ってもいいんですけど、とりあえずドヒドイではいないな。ここをエースバーに投げてこないのはいないっていうので考えていいでしょう。だからいるとするとヒヒダルマか。ヒヒダルマはやだな。
前影とかでいけるかな。いや、じゃれつく打つか普通に。あー、いやいや、ダイマックスですね。なんかそんな気はした。ここでダイマックス出てくるってことは裏アンなんだろうな。ヒヒダルマくせえな。ヒヒダルマだとやばいな。あ、大知ってる。はい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 。あ、これもしかしてロゼルの実とか持ってるやつかな。さすがに違う。あーでも、ね、よかったよかったよかった。ロゼルでもこの HP だったら突破できると思うんですけどね。相手ダイマックスここで切ってくれたんで、裏のポケモンのダイマックスは考慮しなくていい。問題は残りの1体。ミミッキュ、ミミッキュか。なるほどな。これ影打ち打つしかないな。いやーどうしよう。影打ち打って絶対に相手の皮剥がなきゃいけないんで、オッケー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 。バカの皮が消える。大体シャドクロとかかな。剣舞すんのかな。しないよね。剣舞したら同速勝負だもんね。うん、で倒れます。で私の裏もサザンドラなんですよね。いやでもこのサザンドラHS ぶっぱなんですよ。なんで素早さはミミッキュより S の種族って勝ってるんですよね。なんでここダイマックスで、ダイスチルで落とせるかな。ミミッキュ特防高いんですよね。不一致ダイスチルお願いサザンドラ。あと相手のじゃれつくの外しの可能性がある。頼む頼む。ダイス3で B も上がるし、ワンチャンあるワンチャンある。いけ、よし勝った。危ねえ。よかった、持たせてよかった。ラスターカノン。豆腐さん対戦ありがとうございました。はい、たい焼きさんよろしくお願いします。うわまたトゲキス。ドヒドエでナットレ、サニーゴもいる。なんだこいつ。いやでもドヒドエでナットレ、サニーゴはサザンドラ1匹でぐちゃぐちゃにできるんですよ。なんでトゲキスだけなんとかしないといけない。どうしよう。あとバンギラスも若干めんどいな。でどっちから入ろう。バンギだった場合はサザンだと出し負ける。ロトム、やばいな。難しいなポケモンって。設定は誰にでも抗える、エースバーンを置いて、サザンドラ、ミミッキュー、これでいこうかなって思います。いけるよな。トゲキスが若干安いけど、キル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 。頼むぞお前ら。いやエースバーンの火力だったら貫いてなんとかなる。たい焼きさんよろしくお願いします。ランクバトルにたい焼きって名前の人って結構多い気するんですけど、気のせいですかね。まあまあまあ、まあ、同じ人なのかもしれない。トゲキス、はい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 、はい。まあ、これはどっちかっていうとこっちかな。ダイマックス来て、ダイジェットダイバーンダイバーンとかでなんとかなる場合もあるんですけど、相手にダイジェット打たれるとそこから崩壊しかねる。いやでもミッキーいるしな。難しいね。相手が耐久に振ってるトゲキスだった場合結構きついんですよ。
なんで、相手の S 上昇に合わせて大術を打ちます。絶対大術打ってくるな。こいつマジで強いんですよ。なんであんなに耐久あるんだろう。まあ、これはダイジェットの構えですね。いやマジで白い悪魔ヒルミ戦法を捨てた代わりに積んで殴ることを覚えやがった、まあ、これダイジェット打ちます。あーまあ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 、まあ、やっぱ耐久高いな。あ、でもこっちも2発は耐えません。 OK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 。 問題はこれダイジェット2回打って相手より S 上げられないようにしないといけないから、ダイジェット1回打ってダイバーンで仕留め切れるかですかね。ここもう1回ダイジェット打ってます。なんか耐久硬くなってる、気のせいか。いや相手もダイジェット、熱いダイジェット同士の打ち合い、オッケーオッケーオッケー。でここでエースバーンモーカーの特性が発動するんですよ。でモーカーのおかげでこの技の火力が上がるんで、ダイバーン頼む飛ばせ。オッケー、よし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 。相手のトゲキス突破。いやよくやってくれたエースバー。相手はトリトドン、あーなるほどね、まあ、トリトドンは、まあ、エースバーンは、まあ、正直トゲキスさえ持ってってくれればよかったんで、まあ、ここでお仕事終了ですかね。ここは火炎ボールの方入るかな。じゃあハチマキ、このエースバーンこだわりハチマキ持ってるんで、おお強い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 。ああなるほど、いや木の実圏内行かないようにしてほしかった。まあまあまあ、あお盆か。レイディー、これまあ多分サザンドラ読みのとかかな。いやでもエースバーンめちゃめちゃ活躍してくれましたね。うーん、でこれはサダンドラで突っ込みます。いやいるよな、うん。1回ワルダクミこのまま打ちます。レイビー持ってるんで、あーはいはいはい、バンギか。うわ、いんのか。うわ、ミミッキュだったな。いや、でもここをサザン霧で動けばいいんで。オッケー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 。問題は、バンギラスの技ですね。もう持ち物も何なんだろう。ラスカ打っていいのかな、これ。でも剣舞待ってミミッキュでジャレジャレで飛ばせると思うんですよね。だから一旦ラスターカノン打っちゃう。うん、トゲキスも弱点保険の場合って結構多いんですよ。持ち物かぶってるなーって思ってたんですけど、どうなんでしょう。ラスターカノン、さすが悪巧みの火力。あーなるほどね。耐える、えろ。
これ耐えるのサザンドラめちゃめちゃ偉いですね。とりあえずラスターカノン撃って、ミミこれでラスカノン撃って、まあ大変、なるほどね、ミミッキュ絶対倒すよ、バンみたいな感じか。これでじゃれつくぐをちゃんと当てれば大丈夫。シャドクロとかで落ちるんだったらシャドクロ打つんですけど、なんかねバンゲラスって本当に耐久あるんで嫌なんですよね、打つの怖いわ。でもどっちがいいんだろうな。いやここで剣の前待って、うん、剣前かな。降参ですね悩んで、ね、そうした、対戦ありがとうございました。いやーエースバーンの火力やっぱ強いですね。鉢巻き持たせた方おすすめですので、皆さんもぜひ使ってみてください。今回は以上、またの、次の動画でお会いいたしましょう。久しぶりでめちゃめちゃなんかグダグダだな